ヤッホー、さゆです。今日は久しぶりにカバンの中身紹介をしたいと思います。というのも今日というか、先週から沖縄に来ていて、それで何をキャリーケースとは別で何を持ってるか、機内持ち込みしてるものをご紹介したいと思います。最近ね、私いつもこんな感じ、リュックにこのショルダーのちっちゃいカバンを背負ってこんな感じでいつも外歩いてます。はい、ヨンジュン T シャツ地味なオタ活。ちょっとね、なるべく明るくしてるんですけど、なんかこのホテル間接照明しかなくて、なんかすごい暗いんですけど、ごめんなさい。じゃあ紹介していきたいと思います。じゃあまずいつも首から下げてる方から。ここにはまず携帯、スマホ、今撮ってるスマホと、あとサングラス。やっぱね、外出るときは紫外線が、というかサングラスはこうカバンにこうかけて、それか服にかけてこう常に持ち歩くようにしてます。で、ポーチが2つ。1つは薬とか、あとリップとか、これ有名だよね、キャンメイトのステイオンバームルージュ。何番だっけ、何番か忘れたけど、こういうちょっとねオレンジ味のある赤ですね、これ塗っとここんな感じ。あとは私がいつもしてるアベンヌのリップ、これはもう最強、乾かない、目、唇が乾燥しない、本当に。で、あと薬とかをこうやって入れてます。これ鎮痛剤で、あと、あ、これ塩分チャージのやつだ。夏とかはこれを持ち歩いてました。この中身はそのぐらいかな。まあ主に薬系です。あと目薬も入ってる。目薬、花粉がひどくて目薬持ち歩いてました。私ブタクサアレルギーなんですよ。だから今の時期もすごいアレルギー症状ひどくて、なんか喉までやられちゃって咳が止まんなくなったりしてて。で、こっちにはあれです、イヤホン、この首からかけるタイプのイヤホンを入れてます。そのぐらいかな、こっちは。あとあれだ、モバイルバッテリーのプラグが、私が持ってるやつ A タイプの、モバイルバッテリー、なんていうんですか、ジョイント部分っていうんですか、 あれが A タイプのしかないので C タイプに変換できるやつ、それを持ち歩いてます。なんかね、これ機種変したからバッテリーの持ちがめちゃくちゃ悪くなって、なんか前は全然1日充電しなくても全然余裕だったのに、最近ね本当に減りが早い。で、あとはこれ、私が、あ、やば、穴開いてる、わ、飛び出ちゃった、やば扱いが雑だから、私がいつも持ち歩いてるヨンジュンかっこいい、これはお出かけの時はいつも持ち歩いてます。でもね、扱いが雑いからなんか折れないか心配いや、ちゃんと扱えばいいんだけどさ。ということでこんな感じです。
で、本題のリュックなんですけど、リュックはね、そんな中身変わってないと思う。まずこのフロント部分、これピラのリュックです。で、真田幸村推し活こっちには、あ、今日薬局でもらってきた、これエリーゼのさつまいも味っていうのが薬局でご自由にどうぞって置いてあって、これめちゃくちゃ美味しくて、だから待ち時間にも食べてたんですけど、帰り際にもしれっともらってきましたで、あとは手指消毒と、あ、そうだ、あとファンケルに行った時試供品もらったんだ、それずっと入れっぱだった。で、あとティッシュ、タイニーターンで、ティッシュこれアレグラのティッシュ、あ、これもだ、薬局に置いてあったやつ、これも美味しかった、このソフトクッキーっていうやつで、あとはエチケット袋、これはね、いろんなとこに忍んで配してます、こういうビニール袋とか、そんな感じかな。お菓子は後で食べよう。で、こっちには昔は日傘入れてたんですけど、日傘壊れて母親に捨てられたのでそう、捨てられたんです、私使ってたんですけど、なので今こっちには何も入ってない。で、こっちにはIC カード系、こうバスの IC カードと、あとスイカとパソコンを入れてます。で、本題の中身、やっともう7分ぐらい喋ってやっと本題の中身、中はここに2つポッケがあって、こっちに靴下2足入れてます。で、こっちにはビニール袋を入れてます。これちょっと出すの面倒だからこのままで。で、まずは、まあ、これは女の子の用のやつです。ドラミちゃんめっちゃ可愛いで、そうだ、これに、これ東京にいた時に美容部員さんにおすすめしてもらったおしろい、これニキビ肌荒れ予防って書いてある。これね、買ったっきり全然使ってなかったんですけど、おっと、最近さ、なんか顔のとか、最近なんか顔のテカリがめちゃくちゃ気になってて、なんかこれ使おうと思って入れたんだ、そういえば。ちょっと今使おう。これニキビ肌荒れ用だったらめっちゃいいじゃんね。なんで私今まで使わなかったんだろう。あ、すごいサラサラ。え、これどんどん使おう。あ、これマジョリカマジョルカのアミュレットベールっていうやつです。昼はおしろいとして、夜は素肌ケアとしてお使いくださいって書いてある。素肌ケアでも使えるんだ。これじゃあちょっとここじゃなくて、もっとにすぐ使えるところに置いとこう。で、あとエチケット、エコバッグ。エコバッグは BT21 のやつです。で、財布でしょ？財布。ここにも真田幸村。これ、私はね、長財布派です。もう圧倒的に。絶対折りたたみ嫌だ。お札がこう曲がるのが嫌で、折りたたみ派です。
今結構入ってる。100円、100円はそんな入ってないか。またガチャガチャ用に結構崩したりするのが趣味で、てかお金を崩すのが趣味で、なんかだから絶対1000円札で普通に1万円分ぐらい入ってたりとかして、私なんか大きいお札持っててもすぐ崩したくなっちゃうんですよね。で、あとイブはもう箱で持ち歩いてる。これ頭痛い時、私ほんと頭痛持ちで、もう本当に困ってるんですけど、でももうなんか体に良くないから、もう親にめちゃくちゃ怒られて、こうやってあの箱で買ってるの、もう飲むのやめなさいってすごい言われるんですけど、でもやっぱ頭痛い時って頭痛いじゃん頭痛いの嫌じゃん。だからね、こうやって買っちゃうんですよねっていうしかもこれだけじゃなくて、ここにね、ここの前の部分にもう一個小さいポッケついてるんですけど、こっちにもあるんですよこっちが20錠入りで、こっちが60錠入りだから合わせて80錠入り持ち歩いてるっていうね。だから怒られるんですけどね。あ、じゃあせっかくだからこの中身から紹介しよう。ここにはさっきのイブと、あと流せるウェットティッシュと、あと除菌用のティッシュ、これアルコール入ってるやつを入れてます。でたまに今使ってる自撮り棒を入れたりしてます。そう、これちょっと頭痛持ちの人、なんかいい対策ないですかね、頭痛で。でなんか本当は今日も頭痛ひどくて、さっきまでなんかすごい痛かったんですけど、なんか紅茶飲んだら、これローソンのアールグレー、紅茶飲んだら頭痛治って、あれかな、やっぱカフェイン入ってるから頭痛に効くのかな。なんか人によっては頭痛の時は紅茶飲まない方がいいよっていう人がいたり、でもあれですよね、頭痛薬には絶対カフェイン入ってるから、カフェイン飲んだ方がいいのかな。あー、うま、あれ、これアールグレー、これローソンのマチカフェっていう、初めて飲んだけどめっちゃうまい。私これおじいちゃんの分と2杯飲んでるんですよおじいちゃんが飲まないから私が代わりに飲んでるで、あ、これは薬だからサラッと、クッキーのこれは薬。あ、私がね、これなんで外に出てるんだろう。私のもうおすすめムヒパッチ。まあ最近ね、もうあの夏すぎて、あのあんまり虫とかいなくなったけど、と言いつつ刺されてるんですけどあのかゆみ止めにはもうこれが一番効くし、あのなんかあの何、塗るタイプだとどうしてもベタベタしたり、あと触っちゃったりするとこうベタってするじゃないですか。でもこれだったら貼るタイプだから、上からかゆかったらちょっとこう擦ったりとかして和らげたりとかできるし、これはねおすすめ。あ、ここにもコンタクト用の目薬あったじゃん。なんだ、私なんかこういうことするから荷物増えるんですよねなんだ、ここにあったな。まあいいや、後でちょっとやろう。で最後が
このクッキーのポーチ、この中にも流せるウェットティッシュ2つ入ってますそれとこっちはね、衛生用品、こういう紙石鹸、これめっちゃ可愛い。もうパケ買い、一度も使ったことないです紙石鹸とか、あと絆創膏、あ、絆創膏ここ入ってたんだ。で、あと爪切り、爪切りね、必須。やっぱね、今日も中指折れて、もう必須。で、印鑑。で、手指消毒。で、ティッシュ。ティッシュ。と、マスク。と、あと、緊急用のトイレ。こういうのを持ち歩いてるから荷物が多いって言われるんですよね。いや、でもこの間友達と遊んでて、なんか友達が二日酔いでなんか具合悪くなった時に、私酔い止め持ってるから普通にあげたりとかして、なんか荷物多い民だからいろいろ持ってるから便利よ、便利なんですよ一応役には立つんですよ。やっぱ持ってるとね、持ってると役に立つから、まあそれ考えたらやっぱ荷物多いみんでいいかなって思ったりとか、まあ、本当はね、理想としてはさっきのこれだけで歩くとかね。これ本当は中に袋が別で入ってたんですけど、それだとこういうペットボトルが入らないから、これだとこうすっぽり入るから、これでいつも持ち歩いてます。これプラス、あれプラスこのリュックだからねそれがフル装備です。ということで、長くなりましたが、久しぶりのカバン紹介でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。